くよです。葵だぜ。葵、ハリソン・フォードがインディ・ジョーンズ引退したって。俳優のハリソン・フォードが自身の代表作でもある映画インディ・ジョーンズシリーズからの引退を表明しただろ。相変わらず落ち着きのない話し方だな。なんだ、やっぱり知ってたか。1981年公開のレイダース失われたアーク性質から約40年以上主人公のインディアナ・ジョーンズ教授を演じてきたハリソン・フォードも2022年で80歳だしな。80歳でアクション俳優なんて異様すぎよね。大人気シリーズだけど2作目の魔球の伝説はコメディ色が強くてドタバタアクションアドベンチャー。それなのにダークでグロいっていう異質ぶりで評価も興行収入も低かったな。でもインパクトはピカイチじゃない。4作目の方が評価低かったよね。人気のシリーズでもファンからのブーイングが止まない映画もあるってことだ。ということで今回は様々な理由からファンをブチギレさせてしまった映画を紹介していくぜ。ファンがキレるってどんだけー。最初はプラネットオブジエイプス、猿の惑星だ。2001年7月に公開された猿の惑星のリイマジネーション作品だな。リメイクのこと。リイマジネーションは再創造って意味で、リメイクじゃないっていう意思表示のために猿の惑星で大々的に使った言葉なんだ。ってことは2001年の猿の惑星は1968年の猿の惑星を再創造して蘇らせたって感じ。ティム・バートン監督がリメイクを超えたリイマジネーションとして蘇らせたんだ。猿が人間を支配してる基本設定以外は全く異なるストーリーになってるぜ。どんな風に違うんだろう。2001年のプラネット・オブ・ジ・エイプスは完全に独立した作品だ。オリジナル版は1968年、猿の惑星から1973年最後の猿の惑星までの5作品、宇宙飛行士がたどり着いたのは、人類が知能を持った猿に支配されている星で、その星は1200年先の地球だった。核戦争で自滅の道を進んだ人類に代わって猿が力を得たのよね。5作とも人間の傲慢さを皮肉な目線で捉えて人間の愚かさへの痛烈な風刺が含まれた作品だ。新シリーズは2011年の創世記、2014年の新世記、2017年の聖戦記の3作品。どのようにして人間は自滅し猿に支配されるようになったのかを描いてるんだ。描かれる時代が違ってるんだね。プラネット・オブ・ジ・エイプスは主人公の宇宙飛行士が事故の結果不時着したのは、猿が人間を支配する惑星だったっていう導入から主人公が辿る道のりはほぼ68年版と同じだ。猿の惑星ってつくんだから基本は変えられないね。大まかなストーリーはこうだ。マーク・ウォールバーグ演じる宇宙飛行士レオが電磁波の嵐に巻き込まれて、不時着したところは人間が原始的な格好で猿に支配されて暮らしている猿の惑星だった。未来へタイムトラベルしたってことらしい。日本での興行収入は良かったんだよね。ああ、特殊メイクも SF 描写も良い。1話完結なのも見やすくていい。でもオリジナルを見てきた人からは酷評の嵐だったんだ。何しちゃったの？問題はオチだったんだ。猿の惑星のエンディングは主人公が半分砂に埋まった自由の女神像を見て、ここが見知らぬ猿の惑星じゃなく変わり果てた未来の地球だってことを知って絶望するだろ。有名すぎるラストシーンだよね。映画史上最もそのオチが知られている映画の一つだからな。実は地球だった。って超有名な驚愕のオチがどうなるのか。期待は膨らむ一方だ。なのにそこでこけちゃったんだ。期待を裏切るようなオチにしちゃったのね。人間と猿との戦闘が終わり時期嵐に入って地球に帰ってきたのがリンカーン記念堂。しかもリンカーン像の顔は猿でエイプと惑星を救った聖土将軍、この地に眠ると書かれてる。戸惑ってるうちに猿の警官隊に囲まれてしまうんだ。リンカーン像がラストなの、自由の女神像じゃなくて。過去か未来かまたは違う次元に来たのかっていう衝撃的なラストはブーイングの嵐だ。オリジナル版の強烈なラストをモチーフにしたのかもだけど逆にシュール。自然に納得できる流れではない、最悪のオチ、無駄な演出多すぎなどなどだ。別物として見ても納得がいかないってきついねー。2001年のゴールデンラズベリー賞最低リメイク賞を見事に獲得した最低な映画になっちゃったな。リイマジネーション作品ですからー、って思いながら見ようっと。お次はジュラシックパーク3だ。ジュラシックパーク。ロストワールドジュラシックパークに続く2001年公開のシリーズ3作目だ。ジュラシックパークって何作あるの？6作だ。マイケル・クライトンの人気小説をスティーブン・スピルバーグ監督によって、1993年にスタートしたんだ。ジュラシックパークシリーズが3作。ジュラシックワールドシリーズが3作が制作されてるぜ。パークとワールドがごっちゃになってたかも。ジュラシックパーク3はスピルバーグが制作総指揮を務めミクロキッズ。ジュマンジのジョー・ジョンストンが監督だ。2作目から4年後の話になってるぜ。
恐竜たちの迫力もスリル満点のアクションもかっこいいのよねー。つくよの好きなスリル満点のアクションシーンは3作目も健在だぜ。また恐竜の王様ティラノサウルスが大暴れしちゃうんでしょうね。いや、3作目の恐竜界の主役はスピノサウルスだ。スピノサウルス、ティラノサウルスが最後には勝つっていうパターンってありがちだよね。どっちが強いの？ティラノサウルスは肉食で最大体長13メートル、体重は5トンだ。スピノサウルスは魚食で最大体長17メートル、体重は7トンだぜ。あれ、ティラノサウルスの方が大きいと思ってたよ。でもティラノサウルスの頭部は横に分厚いことで知られてるんだ。最後の武器は、強烈な噛みつきだろうから頭部のサイズは強さを測る上で無視できない要素だぜ。肉食と魚食じゃやっぱりティラノサウルスの方が強い気がするなぁ。ところがジュラシックパーク3ではスピノサウルスの勝利で終わらせたんだ。絶対的王者の立場とされていたティラノサウルスなのに、あっさりやられてしまうシーンにはファンもびっくりしたようだな。スピノサウルスって初めて登場したんだよね。そうだ。専門家は大型の捕食者は互いに避けようとしていた可能性が高く、スピノサウルスが上陸しても他の大型獣脚類などとの戦いは起こらなかったかもとも言ってるんだけどな。恐竜の世界はよくわかんないけどティラノサウルスは知ってたからな。映画が封切られるや1作目や2作目ほどの興行収入を稼ぎ出すことはできず、シリーズ再開の興収記録になってるぜ。評価たちからは脚本のクオリティについて酷評の嵐だ。再開か。レビューではスピノサウルスがティラノサウルスより強い設定だけどそのイメージはあまりない。登場人物のポンコツ具合に呆れた、B 級感が増してるって声は多い。でも日本では比較的高評価なんだけどな。監督が変わってジュラシックパークファンの想像を良い意味で裏切りたかったのかもね。次に行くぜ。007ダイアナザーデイだ。2002年に公開された。ジェームズ・ボンドシリーズの20作目で40周年を迎えた記念すべき作品だぜ。ピアース・ブロスナンがジェームズ・ボンドを演じた最後の作品だよねー。彼は1995年の17作目007ゴールデンアイからの5代目ジェームズ・ボンドだな。ダイアナザーデイ以降もボンド役を続けることを絶望してたんだけど、交渉で行き詰まって自ら降板を申し出たようだ。あれ、大コケ続編映画の紹介の時に007シリーズは、2作目から4作目全てで1作目の評価を超えたって褒めてなかったっけ。60年も続いてれば色々あるだろ。ダイアナザーデイはこの時シリーズで、過去最高の興行成績だったんだ。でも評価は決して高くなかった。そうなの。イアン・フレミングの小説を元にニール・パービスとロバート・ウェイドが脚本を手掛け、リータ・マホリが監督を務めてる作品だ。北朝鮮のムーン大佐の闇討ちのため、朝鮮半島に潜入したボンドは正体を見破られて監禁されてしまうんだ。ふむふむ。14ヶ月後に釈放されると今度は上司に機密漏洩を疑われて施設内に幽閉されてしまう。ライセンスを剥奪されながらも世界征服を企む巨悪に立ち向かうボンドの戦いを描いてるんだ。派手なアクションは健在なのね。剣技対決や表情カーチェイスなどアクションは過去最高の声もあるぜ。その中でも新しかったのがサーフィンだ。おお、かっこいい。ところがこれが致命的だったんだ。ボンドアクションに初めて大胆に CG を使ってるんだけど、氷河のサーフィンシーンの CG が小学生並みに稚拙。アクションシーンでの CG の多さとそのクオリティの低さが酷評されてるぜ。CG がしょぼいのか。いきなり北朝鮮っていうのも引いた感じだったみたいだな。シリーズ40周年の20作目ってことで、気合が入りすぎて逆効果って声も多い。これも高評価な意見が多いからもったいないぜ。密かにマドンナが出てるって最近知ったのよ。見なきゃだわ。お次はマトリックスレボリューションズだ。2003年11月公開のマトリックスシリーズの3作目だな。脚本と監督は同じくウォシャウスキー兄弟だ。姉妹の間違いでしょう。二人とも性別適合手術を受けたじゃん。おっと、そうだったな。つくよに指摘されるなんて一生の不覚だぜ。そこまで言う。マトリックスは21世紀初頭に人工知能が誕生し、自我を持った機械たちが地球を支配する未来が描かれた作品だ。人類と機械の間に対立が生じ、両者の間で大規模な争いが勃発。最後は機械が勝利して人類を捕らえてるぜ。人間の心はマトリックスと呼ばれる仮想現実に接続された。サイバネティックインプラントによってコントロールされるのよね。キアヌ・リーブス演じるスゴーでハッカーのネオとキャリー・アンモス演じる、トリニティ、ローレンス・フィッシュバーン演じるモーフィアスの3人が黒スーツ姿の、エージェントたちに追われながら人類をシステムから解放しようとするんだ。エージェントの代表格がスミスね。マトリックス・レボリューションズは1999年に公開され、大ヒットした SF 映画。
マトリックス3部作の完結編になる、ネオとスミスの最終対決や、機械とザイオンとの争いの結末と人間の未来、ネオとトリニティの恋の行方を完結させてるぜ。ネオはついに現実世界の人類と機械が最終戦に突入した2作目で機械たちの吸収にあって昏睡中でしょ。預言者オラクルから情報を得たトリニティたちによって救出されてるぜ。ほほう。それにしてもマトリックスって成功してるイメージしかないけど。マトリックスは6300万ドルの制作費で世界興行収入4億6000万ドル以上っていう大成功を収めた。2作目のリローデッドも制作費1億5000万ドルながら世界興行収入7億4000万ドルを稼ぎ出した。マトリックスはアカデミー賞4部門を受賞して評価も高かったのよね。前の2作が高評価だったのに対してマトリックスレボリューションズに対する反応は、否定的で評価は低かったんだ。その不満の一つが2作目で提起された疑問に対する答えがなかったという部分だな。いろんな疑問を残したまま完結編になっちゃってるってこと？ああ、ウォシャウスキー姉妹は当時シリーズは完結した。続編はないって言い切ってたからな。複雑化したストーリーをまとめることなく終わらせてしまったのはもったいないし。こだわってきたマトリックスならではのアクションシーンも少ない。結末って大事だよねー。レビューも迷走して終わった印象、前作まであったメッセージ性が最後に何もない。結局スミスとは何だったのか、なぜマシンにも対処できないのか。何度見ても答えにたどり着かないって声だ。ラストの疑問ってどうしたらいいんだろう。次に行くぜ。スターウォーズ最後のジェダイだ。公開は2017年。ライアン・ジョンソンが監督脚本を務めたスターウォーズシリーズ続3部作の2作目だ。スカイウォーカーサーガの8作目だね。最後のジェダイは議論を巻き起こした映画だ。ずっとレジスタンスが逃げ続け行動はバラバラ。緊張感のかけらもない。無数に変なところやダサいところがあって。確かにファンの怒りが爆発してもおかしくない出来だったかもしれないぜ。葵も見たのね。見てない。ネット上が騒がしいから見なくてもわかるだろ。前作フォースの覚醒で。凄まじいフォースの力を見せた霊の素性がわかり、心を閉ざしたルークが再びフォースとのつながりを取り戻し。自由自在に使いこなすことができるようになるってとこだ。生き残っているジェダイはルークだけだっけ？ねえ、そのひどいレビューとやらをもっと教えてよ。レビューを見ればファンが怒ってる理由もわかるか。これまでエピソード1、2、7のうち、どれが一番ダサくかとファンは議論してたけど結果が出た。明らかに8の最後のジェダイが最強最悪のダサくだ。おっと、いきなり結論きたわね。物語に無理がある、それにしてもレイとフィンの演技はひどかった。ルークがライフセーバーを投げ捨てるシーンは見事にファンの期待を裏切った。まごうことなきクソ、味方も敵も行動が適当すぎ。シリーズをスピンオフ含めハイペースで作りすぎたことで物語に無理が生じたのかも。いろいろ許せません。今までのジェダイのバトルシーンは崇高な空気すら放っていたのに。すべてがチンケなものになってしまった。本当にあげたらキリがないぜ。興行収入とかは？制作費2億ドル。世界興行収入は13億3253万ドルだ。確かに興行収入が一番悪いのは2作目の。クローンの攻撃だ。でも中国では記録的な不入りで上映を打ち切る劇場が相次いだそうだぜ。多くの人に見てもらえてるからこその酷評なのかな。公開最初の週末の米国内興行成績は前作フォースの覚醒に次ぐ2番目に大きいものだったし。映画評論家からは高評価だ。なのに一般視聴者の評価はかなり低い。意見は真っ二つなのね。でも最後のジェダイは新しいことに挑戦したことで多くのファンに称賛された。オリジナリティを出しながらも高品質な映画を作れることを証明したっていう声だ。自分の予想をことごとく裏切ってくれたことは素晴らしいことだっていう声もあるぜ。ああ、やっぱり葵一緒に見よう。お次はエイリアン3に行くぜ。1992年に公開されたエイリアンシリーズの5作目だ。監督はデビッド・フィンチャー。彼の映画初監督作品だぜ。ソーシャルネットワークやベンジャミン・バトン数奇な人生で数々の賞を受賞してるよね。任務を終え地球に帰還する途中、宇宙船が謎の事故で故障し近くの惑星に漂着してしまう。そこは凶悪な囚人たちが生活している惑星だった。そんな中、宇宙船に寄生していた。エイリアンが飛び出してしまい、囚人たちとリプリーは武器もないまま戦うことになる。武器がなくちゃ逃げることしかできないもんね。ひたすら恐怖だわ。だからエイリアンとの戦闘シーンもほとんどない。ただ一方的にエイリアンに捕食されるばかりだ。宇宙船のトラブルで脱出艇ごと放り出されたところから始まるんだけど。そこで前作の死闘で生き残った少女ニュートと海兵隊員シックスが命を落としてしまうんだ。生き残ってきたのにいきなり、前作の登場人物を早速消しちゃうのはファンから反感を買いそうね。ファンはみんな嘆いたようだな。
リプリーが彼女を救うためにしてきたことを考えると、どうにも理解しがたい。子供の亡骸を最初にっていうのはきついよな。迷惑役だったのにね。ラストにかけてはリプリーにエイリアンの容体が産み付けられてる衝撃の事実が発覚する。リプリーはエイリアンを地球へ行かせないために自分もろとも消すことを考えるんだ。リプリー役のシガニー・ウィーバーが坊主頭になってたのはインパクト強かったわ。デビッド・フィンチャー監督の初作品って言ったけど実は監督と脚本家が次々に入れ替わる事態だったんだ。そうなの、最後に選ばれたのが長編映画の経験のない26歳の新人っていうのもすごいわね。おまけに作り始めないと間に合わないからって脚本が出来上がってないのに制作が始まったり、700万ドルかけて作った巨大セットが使われなかったり、もうグダグダだったそうだ。じゃあ興行収入もアウト。いや、世界興行収入は1億5981万ドルで前作を上回った。でもエイリアン3は、絶望的につまらないシリーズ最低作と言われてるぜ。つくよお待ちかねのレビューを紹介しよう。待ってました、教えて。見せ場の数が少ない上にクライマックスの見せ場が面白くない、エイリアンに実在感がない。みんな坊主頭で見分けがつかない、色調もストーリーも暗くて救えようがない。2004年に未公開シーンを追加した完全版が公開されてるんだよね。これは喜ばれたようだぜ。まあ打作と言われる一番の原因は2作目で、あんなに努力して大量の犠牲者を出して、やっと生き延びた女の子が冒頭でいきなり命を落としたことだろうな。もうその時点で視聴者はええって感じだろうからな。だよねー。ラストには主人公も、なんてファンとしては台無し。これは仕方ないかなー。ラストはエイリアンズ VS プレデターだ。さっき紹介したエイリアンシリーズの番外編。VS シリーズの2004年版だな。おなじみのエイリアンや聞き覚えのあるキャラクターが登場するが、明らかに食い違う設定もある番外編的なスピンオフ映画だ。2007年版の AVP2 エイリアンズ VS プレデターと2本あるのよね。エイリアンシリーズとプレデターシリーズのスピンオフ映画で2大異星人が対決するぜ。2004年人工衛星が南極のブーベ島に大規模な熱源を発見し、地下には古代都市跡が見つかり遺跡調査チームを編成するんだ。地下には中南米やカンボジアやエジプトの古代文明遺跡が融合された巨大ピラミッドがあるのよね。ミイラが何体も横たわる生贄のまではエイリアンの卵が現れ、地上には宇宙から来たプレデターが出現する。エイリアンもプレデターもどこから襲ってくるかわからないから、ずっと不穏な空気が流れる怖い作品だな。だよねー。この地下遺跡はプレデターが人類に文明を授けるのと引き換えに作らせたものだ。冷凍睡眠させられたエイリアンクイーンが遺跡深くに囚われていたのを調査隊が、遺跡のメカニズムを再起動させたことで起こしちゃったんだな。クイーンが目覚めてエイリアンの卵を続々と産み落とし始めちゃったんだよね。2004年版のラストの宇宙船内でプレデターの亡骸の腹からチェストバスターが飛び出す。そして2007年版の AVP2 エイリアンズ VS プレデターに続くんだ。そのエイリアンの容体はプレデターの性質を受け継いだプレデリアンとして、成長して船内のプレデターを全滅させるんだよね。ああ、地球からプレデターの亡骸を回収した宇宙船内でその体から出たエイリアン容体が暴れて墜落。また地球にエイリアンが撒き散らされるというストーリーだ。前作は戦闘や狩りが多めの展開。問題は2作目なんだ。ああ、完全に好みは分かれるよね。プレデターを宿主にしたエイリアン。通称プレデリアンは卵やフェイスハガーを経ずに人間の体内にチェストバスターを産みつける。通常のフェイスハガーは一人の人間に一体の寄生体しか産みつけない。でもプレデリアンは複数を産みつけることが可能だ。二作目ってグロいんだよねー。最初に狩猟中に森に墜落した宇宙船を目撃した親子がフェイスハガーに寄生され、地球上での生体エイリアンの増殖が始まる。人類とエイリアン、プレデターの三つどもえの戦いが始まる中、プレデリアンは入院中の妊婦たちに妖精を寄生させエイリアンの繁殖を図るんだ。これヤバすぎ、超グロ。レビューもそんな声で溢れ返ってるぜ。絶対やりすぎ。特に女性の喉に卵を押し込まれるシーンは直視できないって嫌悪感を示してるぜ。子供も容赦なくやられるんだよね。混乱を鎮圧するためにザ・クリーナーっていう歴戦のプレデターが送り込まれる。でも証拠を隠滅して行動するのに人間の皮を剥がして目立つように吊るすし、そのうち証拠隠滅を諦める。全然プレデリアンの繁殖スピードについていけてないんだよな。使えねえ。挙句の果てにザ・クリーナーは誤爆。ラストはなんと人間が爆弾を落として終了だ。ああ、なんだろうねー。二作目のレビューはかなりひどい。終始暗すぎてわかりづらい。エイリアンなのかプレデターなのかわからない。こんなに雑で最悪なオチだとは思わなかった。勝手にわちゃわちゃしてる人間がちぐはぐな印象。
アクションとしてもパニックホラーとしても中途半端な出来になっちゃったわけね。ということで今回はファンをブチギレさせた映画7本紹介してきたがつくよどうだった？私って肝心な映画をちゃんと見てないんだなーってつくづく思っちゃったわ。有名だから知ってるだけっていけないわよね。それは私に言ってるのか、私が全部ちゃんと見たらこんな紹介の仕方じゃ済まないぜ。最後まで付き合うなら全部見るのもいいかな。こんな紹介ってもっとすごいことになっちゃうの、怖いんですけど、でも一緒に見ようよ。よし、じゃあこれからもっと期待してくれ、口が悪くなるかもしれないけどな。ということで、ご視聴ありがとうございました。